ご多忙の中をご来用に預かります。誠にありがたいことでござります。厚く御礼を申し上げます。私も88歳に相なります。でもこれから俺がいけませんで、耳が聞こえなくなって目がもともとあまり丈夫でないんでございますけども、近頃は電車に乗りましても向こう側の方のお顔がよくわかりません。いや、頭が大気悪くなります。でこれから下は誠に丈夫でテクテク歩くことが好きでございますので、どうもこれから上がいけないっていうのは芸人で一番始末に困りますの。申し上げますことがどうかするとトンチンカンになります。申し訳のないことでございますがけれども幸い体は丈夫でございますから、一足ぐらいまで生きようと考えております。お願いします。どうぞそれまで長く長くご支持をお願いします。お願いします。それから、ちょっとおいおい楽屋の人、楽屋の人、あのね、はい、私のカバンの中にね、はい、あのこういう歯につける薬がある、はい、歯につける薬を忘れて上がってしまいます。この薬をつけませんと、お話をしておりますうちに、いや歯がどんどん怒ってしまいます。情けないことです。歯をつけてしっかりやりたいと考えております。近頃はこういう歯の薬がございますので大変に手前どもは助かりますけども、大変失礼をいたしました。今日は長谷川新先生の実話をお聞きを願いたいと存じます。長谷川先生という方は横浜の材木問屋に生まれました。で、その家が潰れましてから新先生は年頃になりましてから土方の兄になります。しまいに親分と言われるようになります。ただいまは土建業と申して立派な建築家でございますけれども、昔は土方の親分なんと申して大変恐れられたものでございます。でこの土方の親分として長谷川新次郎を知られた方でございます。仕事場へ行きましてお小遣いがなくなると、おう、しゃがんだねと友達の背中を叩いて後ろへ手を回します。するとその手のしらへイノシシが一枚必ず乗っています。大変いい顔になります。ところが
は好きではございませんけれども、どうしても喧嘩をしなければならないような羽目になったことがよくあります。三十しかすの傷は源氏殿のよささんが残したんですけれども、長谷川信という方は36箇所の身体に傷があります。ただ今から6年前の6月亡くなりましたが、亡くなる自分には、多くの傷はなくなりましたけれども、たった1箇所なくならないのは、高崎の宿屋で同じ土方の若い者に3人殴り込みをかけられ、こう受けた。あの長谷川という方は手の甲と顔だけは必ず傷をつけないことに決めています。それはいつ何時母に会えるかもしれない。会った時に一番先に見られるのが顔とこの手の甲ですから、手の甲と顔に傷があると、この子は何をしているんだかと、たとえ一時でも母親に安心をさせなければならないのに心配をかけるということは不幸だというんで、どんな喧嘩にも顔と手の甲だけは避けますけれども、避けられないのは同じを裂いたように手首から肘にかけて、これは亡くなるまであります。服部君、この傷はね、でも治すわけにいかないんだよと私によく見せてくれます。そうでございましょう、大変な傷だとで、こうやりますか、これを裂かれたんです。で、誠に美しい方で、母に会う時のことを考えると、どこかの兄なんとしていることはよくない、心配させなければならないというんで、学問の勉強をするようになります。尋常2年までしか行かなかったんですが、その方が学問の修行を始めて新聞記者になります。宮古新聞の入りまして、初めのペンネームを芋作と言います。その芋作時代から私は大変に可愛がってくれます。勉強しろよ、体は丈夫で暮らせよとよくおっしゃってくださいます。それはひどい人でございます。ただそのだけが残ったんですが、でとうとう新聞記者から小説家になりまして、数々の名作を残します。村上伝蔵、村岡宗八なんという先生方を生み出しましたのは誠に結構なことでございまして、まあ、その他名作者として知られた方がたくさんございます。どうも私が頭が悪いもんですから、ちょっと名前が出ませんで、この間も、こんな話がありました。よそで、縄手平九郎の、あの、赤子さんを善行します。その赤子さんの、上がり下りのその話で、一番うまいのは誰だろう、一番面白いのは誰だろうと言いました。さあ、私の腹の中にあるんですけども名前が出てこない。さようですな、そのそういうことを一番今上手なのは言ったが名前が出てこない。そのお客様が定常がとこんなことを言い出して、発表を言い出しましたのは、定常がというと定常先生の子は今売り出しの定家先生、あ、それは定家さんです。初めて名前を思い出し、そのくせ定家という方は楽屋で親友兄弟のようにおりますから、
忘れることはないんですが、そういう方の名前さえ忘れしまって出てこないような頭ですから、どうもろくなことがやれませんし、またいろいろ一説と申しても、間違いが多いと思いますが、その辺はお覚えをいたします。で、長谷川信という方は捜索に疲れますと熱海の金城館という旅館へいつでも行って、好きなお湯に入って、そうしてぼーっとして頭を休めてきます。2月の半ばに金城館に参ります。相変わらずお風呂に入ってぼーっとしています。まあ、そのお風呂にはいろいろ面白い話もございますけども、伊豆山へお参りに行きます。あの伊豆山権現は、あの椅子田が1300段ございます。1300と聞いてばかりで、麓で見上げただけで上がる気になりませんでしたけども、長谷川先生は一向平気でその1300段の石段を上がって、上がるとあそこに、頼朝と政子が腰をかけて話をしました、腰掛け石というのがございます。その石の上へ長谷川先生の腰をかけ、800年の昔を思い、なるほどな、ここで政子と頼朝がねえ友さんってなこと言ったんだなと、こう思って半ば降りてきまして、右手へ入りますと平家の侍大将で、さ、名前も忘れましたが、その方のお墓がそこにございます。お参りをします。で、その方は73歳になりまして、千両入れるのに頭を染め、それはおじいさんが大将で、このおじいさんの大将に下位されるかと思うと、でも味方が言うことを聞きません。戦のために誠によろしくないというんで、その方は頭を染めて戦に出ます。平家の侍大将、まあ、名前は私は忘れましたが、お客様の中にはご承知の方もいらっしゃいましょうけども、そこでその人のお墓へお参りをして下がってきましたが、伊豆山と熱海を結びまするあの間の、あ、確かおとなし川と言いましたが、それに架け渡しました。橋を渡って正面を見ると、今渡って行こうとするその正面に畑があります。左のところが何かは天土宗のうちで、その畑のところにおばあさんが一人、汚い台の上に風呂敷をかけて、その上に書物が2、3冊ある。それから三味霊竹のあるイカ様大道へ来たで、長谷川信はじっと橋の上からこれを見ました。いい年だな、ずーっと風の吹くたんびに白髪が燃えるように上へ上がっていきます。かわいそうにな、あの年をして大道へ来たが、こういうことを見ると、黙って通らないのが長谷川信の気性で、けれどもこじきじゃないから、みやみに人に金をやるわけにはいきません。で、2月の初めのことで寒いもんですから、その自分には街灯をよくしております。その街灯のポケットから紙を出します。その紙に包んで五円札を一枚、それを再びポケットに突っ込んで橋を渡ってきました。駅舎のおばあさんも自分の方へ向いてくるから、
お客様だと思って長谷川の顔にと事業し、長谷川も事業します。おばあ先生、ちょっと見ていただきたいことがあるんですが。はい。何でございます。私は尋ねる人がある。死んだか生きたかそのことがわからない。会えるか会えないか、その辺を見ていただきたいので。ああ、そうでございます。三に礼式を取ってかの老婆が営業を立てます。これは会えますよ。確かでございます。会える。確かで。そりゃあ大変に結構な話だが、そうですか。会えるとすると、いつも会えるんでしょうね。もう尋ねる人は、あんたのようなおばあさんですから。三の数が現れています。早ければ三時間。それから、三日、三月、三年、そんなにはかかりませんけども、近いうちに確かに会えます。何を言ってるんだか、この駅舎のばあさん、当てにはならないけれども、地上裏としても嬉しいことで会えるという、生きているというんですから、喜んでポケット糸を入れて、さっき包んだ金を台の上へ置きます。ありがとうございます。いや、これは権力で。あ、あのお客様、あのね、権力は20銭ですから、あの、お見受け申すところがご無礼ですが、お札のようですが、お釣りがないんですが、どうかあの20銭で、いや、お釣りはいらないんです。もし多かったらば、何かあったかいものでも食べてください。だって、20銭だというのに、こんなにお金をいただきまして、そうですか。ありがとうございます。せっかくのご親切ですから、頂戴をいたしますと、おばあさんの方でも、一円札が一枚入っているか、その自分には50銭の札がございましたので、50銭であろうかと思って、お知りいただきます。長谷川信吾がじっと老婆の顔を見ていましたが、自分が訪ねている母親と同じ年頃の人と、もし母親が生きているとして、こんなに落ちぶれてこういうことをしていやがしないかしら。さ、そうしたらいかにも気の毒なことか、申し訳のないことだが、早く会いたいものだけれども、もうこの世にはいないだろう。47年も訪ねています。時に先生、あなたおいくつだね。71歳でございます。自分の母と同じ年だ。自分は4つの時に別れたのです。今年は71になる。ですか、71歳。ご丈夫で結構ですな。失礼ですが、子供書はないんですか。ない。旦那は亡くなって、たったお一人。お気の毒となることですな。寂しいことですが、ご無礼ですが、お名前は何とおっしゃる。長谷川と申します。長谷川、あと71歳で長谷川とおっしゃるんですか。そうでございます。長谷川71歳。44年訪ねていた母親だ。今駅の表に現れたのは、早ければ3時間、遅くても3年のうちに会えると言った、こりゃ母親だ。今訪ねていた自分を産んでくれた母親だ。胸よこきなえてきました、その涙は。目をいっぱいにまぶたを破
によってその涙の雨は法霊を伝わって足元にこぼれます。母親がこんなに苦労をしていたか、真に暮らしていたか。おっかさん、ごきげんようございました。ご無事であったのが何よりでございます。おっかさん、何をおっしゃってでございます。私はあなたのような立派な方におっかさんなんと言われるような、そんな幸せ者ではございません。いいよ、おっかさん、私の顔をよくご覧くださいます。どこか幼なのに見覚えがあると思います。おっかさん、おっかさん、もし一途の長谷川信はそばに呼ぶと、銅板手を握った時に氷のような冷たい手を、よく見てくださいよ、自分で産んだ子供ですもの、どこかに見覚えはないでしょうか、おっかさん。いいえ、違います。何かまた人違いをして。いいよ、違いではありません。おっかさん、71歳で長谷川孫を肩が掴んでていたおっかさんに違いない。早ければ3時間のうちに会えると今おっしゃった駅は確かにそのままです。私の顔をよく見てください、おっかさん。私ですよ、4つの時にお別れをした新次郎です。ああ、新次郎さん、わかります、よくわかります。そうですか、おっかさんですか。いいえ、他人です。せがれからよくあなたのことは聞いております。長谷川新次郎さんというと、宮古新聞においでになった長谷川伊能作といって、その後長谷川新とおっしゃって、今小説家で有名な方で、あと長谷川新先生ですな。それだけご存じはあって、どうして今まで名乗って出てはくださらなかった。私の父、私はね、せがれは亡くなりましたけども、姓は長谷川というんですが、せがれからよくあなたのことを聞いていまして、新次郎と聞いたので今思いました。私のせがれは二六新聞におりましたもので、長谷川勇ですよ。お、長谷川勇、親友ではないけれども、仕事のことで10回ほど会ったことがある。2、3度食事を共にしたことがある。ああ、長谷川勇のこれはおっかさんだったか。やっぱり人が違っていたか。がっかりします。嬉しいと思った心の鶴をたちまち切れて呆然とした長谷川氏も、涙を拭ってその老婆の顔を見つめます。そうですか、イサム君のおっかさんですか。イサム君はどっか田舎で亡くなったと言いますが、ええ、あの岐阜で亡くなります。岐阜で。奥さんはなかったんですか。ええ、あります。お咲と言います。先生、あなたご存知ですかね、あの下屋の長岡地町に一心亭多層という何話の仕事なる方があります。ええ、知っております。違法な方ってあんまり違法ではない。その一心亭多層という人の何か縁のある人の娘で預かっていたんだそうですが、私のせがれの遺産が欲しいと言うんで、達夫さんに相談しましたらば、二六新聞の
気質で、すぐち猛将という人がございます。知ってます。その人も知っています。その方の仲人で、その娘をもらいまして、で、夫婦で岐阜へ行きましたが、どうして別れたんですか、別れた事情は分かりませんけれども、せがれの勇は岐阜で亡くなったのでございます。私はその当時、沼津におります。けれども、通う人もございませんし、ただ一人で頼むこともできませんので、仕送りがなくなりましてから、流れ流れて今は、この山の中央にあります、与平さんというお百姓の前を借りて、そこに住んでおります。そうですか。失礼だが、おばあさん、あんたは、月にどのくらい生活費がかかるんですね。もう恥ずかしいわけですが、どうしても20円がかかります。20円。1ヶ月ね。そうですか。で、どのくらい稼げます。さあ、8円から10円ぐらい月に稼げます。20円生活費がいるというのに、8円か10円、あとをどうします。どうにもなりませんから、おからを買って、おからを食べている時もあるし、おからも買えない時は、2日3日、食べないで寝ていることもよくあります。ちょうど千番なこと。私はね、金城館、知ってますね。この金城館に泊まってます。少しご相談もあるし、いろいろ聞きたいこともあるから、明日金城館に来てください。お昼ご飯を食べながら。約束をして帰りました。その翌日に、長谷川遺産のお母さんが訪ねてきた。で、休日を共にいたします。それじゃあね、おばあさん。あんたの生涯を、私が引き取って見てあげたいけれども、それが書いて遠慮してこないでしょうから、20円通、仕送りしましょう。いやいや、まあ、遠慮なく、私の志から受けてください。で、このおばあさんが亡くなるまで、月20円の生活費を送ります。これは容易にできないことで、他人のお母さんに対して。今、立派にご存命の、長谷川先生の、明神、直子さんという方が、いつも、郵便局に行っては、20円ずつこのおばあさんに送ったそうです。で、おばあさんが晩年、ハワイにおりました。命に引き取われて、そしてハワイへ行って亡くなります。今はの際に日本の方はどっちだと聞いた。そうですかと手を合わせてお世話になりました。ありがたいと今はの際に礼を述べたのは長谷川信に対してハワイから今はの際に礼を述べて死んだということがよく分かっております。まあ、そのおばあさん流れではない。いろいろ助けられた人がたくさんあります。芸人でも名前は言えませんけれども、一度は天下を風靡した新俳優の横綱で、ある人が霊落をします。で、料理だというのを聞いて、野村無霊庵という人を連れて、長谷川信が見舞いに行きます。その俳優の人が大変喜んで、落ちぶれた私のところよく来てくださいます。ありがとうございます。大変喜んで礼を述べます。するとその話のうちに、昨日買ったイワシがいくつあって、今いくつ残っていると奥さんに尋ねた。天下にその名を知られたこの俳優が、昨日買ったイワシをいくつ食べて、いくつ残っているという、まあ、それまでに落ち売れては気の毒せんわ。まあ、お大事に、さようなら、と、床の上に手をついて、腰を上げて、表へ取り出す。その俳優が、帰った後で、
見るとびっくりしましたのは、紙にお金が積んであります。これはとびっくり調べてみると、50円積んでおります。ただいまの5万円でございましょうか。ああ、親切な方だと聞いてはいたが、私が落ちぶれたのを、わざわざお見舞いに来られて、まあ、このお金を、ありがたいことと、大変に喜んだことがよく分かっております。まあ、この方ばかりではありません。助けられた者がたくさんございますが、私も助けられた一人で、大正12年のあの大地震の後に、大変にお助けをいただいたことがあります。で、ついこの間まで、助けられた方ですけれども。で、二川新という方は、哀れな人と見ると必ず嘘には見ていません。必ず自分の懐の金を与える。誠に偉い方でございます。そこで、そのおばあさんを送り出し、座敷に帰ろうとすると、あ、先生、あの奥さんからお電話でございます。あ、そうかい。と電話口に出てみると、物部さんという方の奥さんが、今、無料会をお立ちになるのですけれども、先生がお帰りになるのを待ってはいられないから、お話だけしていきます。どうも、長谷川先生のおっかさんらしい。その方に会ってご老人。と、こう言ってその方がいろいろお話をしてお帰りになりましたから、あなたそのとお帰りになって、え？あの人、ほら、そう、ことによ、ならばでない、それは確かに自分の方だ、歯に違いないんだ。三日のうち、そうか、すぐ帰るよ、おかみさん。すぐ完了して、いいかい。それから、おい、吉さん、ご苦労だが、車の下越して、吉さん、京都、発車が、急行が、もう20分で出る。あ、そうか。で、誰か、すぐしておく。いや、患者はなんだけど、すぐしてくれ。それからね、車をすぐ、2階であろうと、天の地の持ちに、支度もそこそこ、長谷川新聞が、下に降りてきた。まあ、患者なんだ、どうでもよくはねえよ。じゃあ、これ、金が置くから、後でまたもらうよ。たちまちのうちに待っておりました車に乗った吉という若い者と一緒に熱海の駅に来ます。切符を買ってくる金を渡しました。吉蔵という若い者は切符を買っていた。もう長谷川信は汽車がホームに入っていると聞いた。ぐるぐるしてはいられませんから通ろうとすると改札が通さない。あ、もしもしもし、行けませんよ。切符、後からだって切符なしで入るわけにはいかないんですから、鉄道はそうはいきません。いや、そうだろうが、こっちも急ぐから乗るんですよ、汽車に。急がないものなら、歩いていきます。東京まで歩いていかれるものがない。ああ、弱ったな。すぐ後から来るんだからね、切符を持ってくるよ。な、通してください。もう急いで。あとはどなたです。長谷川新聞。名前というものが売っておきたいもんで。ああ、長谷川先生。あの、金城館にお泊まりで。ああ、そうです。どうぞお通りくださいませ。名前は売っておきたいもんですが、同じ神でも、服部神でもそうはいかない。もしもし、誰かで。え？いや、切符はなくちゃダメなんです。行けませんよ。あの、名前はなんて。いや、服部神で。服部神でもろうそくの神でも食べないよ。つらいことになるもんね。服部神はろうそくの神と一緒にされてしまう。そのまんまを通るとすぐの後から切符を持ってきました。ホームに入るともう汽車が出かかっておりますから、しらりっと急行に乗り移った。ところへ吉という若い者が切符を持ってきた。先生、あ、これですか。切符はご苦労だった。おすりやって、おすりはおめえにやるよ。たちまちのうちに汽車が出ました。昭和8年の2月12日に長谷川新が東京へ帰って訪ねておりました四十七年間、会いたいに対等を持っていた母親に対面をいたしました。これが
一節まぶたの母の物語のうちの一つでございます。また申し上げることもたくさんございますが、この辺で今日の終わりを告げます。改めてまた。